さあ始まりましたリーダーの身だしなみのお時間です。この番組では身だしなみを通してあなたのビジネスの成功を演出する会社オーダースーツのマージンがお送りしております。この番組ではさまざまな業界からゲストをお呼びして業界の知られざる業界話やそこに行き着いた経緯、ビジネスのノウハウなどを伺っております。今週はですね、先週に引き続き、中学高校の同級生、川崎と結城に来てもらって、引き続きお話を伺っていきたいと思います。一旦また CM を入れますので、その後、また自己紹介簡単にしていきますのでよろしくお願いします。一旦 CM です。なくしてた不思議なリズム踊りながら行こう。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。さあ始まりましたリーダーの身だしなみのお時間です。引き続き、ゆうきと川崎には、今週もお越しいただいてお話を伺っていきます。よろしくお願いします。お願いします。今週から聞いた人もいると思うので、はい、まず、自己紹介簡単にお願いします。はい、サイモンとガーファンクルで温まってることもあって川崎と申します。川崎クリーニングという名前でビルメンテナンス業をやっております。よろしくお願いします。お願いします。はい、岡本で小学校教員やっております。お願いします。お願いします。2人ともですね、過去の放送に出ていただいた、人物でございますので人物というか友人でございますので、YouTube でぜひリーダーの身だしなみと調べていただければ過去放送回に登場しますので見てください。で、先週はですね、非常に楽しかったですね。うん、楽しかった。なんかこの3人が仲良く居続けて14、15年みたいな、その中でなんでお互いこういうふうに長く続けていけてるのかだったり、まあ、それぞれのキャラクターを別の人がこう分析して、あえてこういうところで話してみるという、そしたらお互いいろんな発見があって、あ、そうだな、そうだな、でもそこで俺はそう思うけど俺とは考えが違うんだなってことはなかった、みんな思った通り、まあ十何年も聞いて間違ってたらそれもおかしい話なんだけどまあそれぞれがね、みんな自分があって、で割とこう調和の取れた、で川崎にだっては癖があるけど、仕事の中では調和を大事にしていくってことを気をつけて、いや、そんなのが面白いなと思って、自分は川崎の話聞いてて、普段はこう結構自分がこうしっかりしてる中でも、人と合わせていくことが自然にできるって自分のことを言っていただいたんですけど、もう川崎はそういうのを、まあ、気遣ってやるっていう、俺そこがすごいヒントだなって、昨日の話、練習の話から引き続き考えた時に、自分の仕事も自営業でオーダースーツを作ってる仕事をしてるんですけど、自分なんか本当確かに意識せずに人とコミュニケーションを取っていく、でそこを自分の楽な方楽な方に多分やっていく、であえて気遣うっていうことだってあんましてないけど、まあ、できてるレベルはまあ、普通にコミュニケーション取れるレベルで普段からできちゃってる、その代わりそれが結構俺の中では仕事にもこう延長しちゃってる分、仕事とプライベートっていうのをあんまり分断できてないのかなっていうのを感じたり自分でしたなっていう、でもそれはいいことなんじゃないの、あんまり確かに自分にストレスはあんまない、そういうふうにできるのが俺はベストと思ってる。あ、そう、逆に公私混同っていうか、公私混同が良くないという人もいるけど、そんな川崎はなんか仕事の時は結構じゃあこう、まあ、要するにごまかするんですよ、それで疲れるじゃないですか、なんか、あ、これすごいいい、なんか時計してますねとか、なんかもうわざわざ別に自分がしたくない話をするとか、そういうのはすごい嫌だけど、なんかもう、まあ、一応仕事につなげないといけないからっていうところで、
こうインパクトを残そうとか、うん、あの人に嫌われないようにしようとか、うん、っていうのがあるけど、うん、まあその、うん、全然そういう気をつかないでできる人ってのは本当に波長が合ってる人なのかなっていう。なるほどね。今日も一緒に仕事をしてた人は、ね、逆に何でも言い合えるような人、うん、だから全然こっちもストレスかからないけど、うん、なんかすごい癖が強い人はやっぱりいるから、うん、そういう中で自分がちょっと我慢して、うん、本当は俺だったらこのやり方やりたいけど、うん、あの人の現場だから、うん、あの人の言う通りにこう波が立てないようにやらないとっていうような人もいれば、いやこれ全然違うでしょ、こうやってやった方が早いでしょって言えちゃう人もいるから、うん、言えちゃう人と一緒に仕事をするのはすごい楽しいっていうか、うん、まあ、楽だし。あ難しいよね。難しい。この人がこうバーって言った時には誰も怒らないのに、うん、この人が言うと波風立てる、うん、ってことってすごくあるよね。あるあるある。でもこの人が言うとなんかありがとうございますみたいな、なんかいいことを教わったぐらいにプラスになる人もいれば、うん、言ってることになるとしたら、ね、そう何が違うんだろうね。俺ねやっぱね、なんていうかな、まあ日本のこのまあ、日本って資本主義社会じゃん、うん、で、まあ、なんだろうな、日本って割かと今は多分こ今過渡期で変わってきてるとは思うんだけど、働き方改革でね。で、まあ、いろいろそれこそ休み方だとか、うまくねこう自分の人生と仕事との付き合い方今考える時期になってきてると思うんだけど、やっぱり日本ってまだ経験年数とかがかなり言う、うん、なんだろうな、経験年数イコールすごい人みたいなさ、うん、まあ必ずしも俺それがイコールになったら俺は思わないんだよね、うん、全くイコールにならない、うん、でしょ、うん、でもさ日本の社会ってさ、うん、まあ昔の日本のそれこそなんだろうな、社会を作ってきた人っていうのはさ、うん、こう経験年数イコールもうベテランだからもう上からの命令は絶対とかさ、そういう人も多い。多いよね。いまだに多い。でもそれはもうイコールじゃないっていうのは俺らの世代の考え方なわけだから、うん、世代が俺らの時代になってきてるから、うん、だんだん変わっていくとは俺は思ってるけど、ね。そう。でもやっぱまだまださ、上を見るとよ、うん、やっぱそういう人の方が多いから、うん、例えば、まあ、さっきしゅんちゃんも言ったけど、このやり方の方がいいのに、うん、あの人がいるから言えないとか。うん、やっぱ仕事ってさ、これなんだろうな、誰かをなんだろうな、そういう風にこう、まあ、シャッティのスーちゃんの言葉で言うと、うん、ごまをすって、うん、それこそうまくこの人をさ使って、まあ、言い方が適切かわかんないけど、おだてるとかそういったのも必要じゃん、うんうん、けど、まあなかなかね、まあなかなかそれもね、全てにおいてはできないからさ、うん、本当はこの仕事ってね、極論ぶつけ合わせて、で、このお互いのプライドをかけてやっていく方が楽しいかなと思うんだけど、うん、やっぱりまだまだこのベテランの人の力が、うん、強いんだなっていうのは結構日々仕事をしていく中で感じるから、まあ難しいよなっていうね、まあこの言葉っていうか答えは出ない問題ではあるけど、難しいなってすごい思う。うん、わあ、もうそうだな。まあ、上下関係は大事だと思うけど、うん、だんだんね、なんか入って1年目のバイトが社長にめちゃくちゃ命令するみたいになっちゃった、変な感じになっちゃうから、まあまあね、まあそのちょうどいいバランスが大事だとは思うけど、うん、確かにな、これは言葉で言い合わせづらいな、うん、でも、おっちゃんとかなんてさ、特にあれじゃない、それこそなんだろう、もう起業しちゃったらさ、うん、もう経験年数とか関係ないじゃん。関係ない、貸し借りの問題になってくる。お金とかじゃなくてね。やっぱ買ってもらったからには、うん、まあ、買ってもらったからにはどうこうしないとってわけじゃないんだけど、やっぱ何か普通にできることがどんどんこう相手にとってありがたいことだなと思われるようなことが増えていくと、やっぱ仕事にもつながってくるし、それがこう何かやってやった感を出したりとか、うん、やってる気持ちでやってるとそのままそうじゃなかったりもしたり、うん、でも俺もまだ1年ちょっとだからすごい、うん、そこが一番難しいなっていうか、わかる。まあでもそういう風にやってる人っていうのは、うんうん、まあすごい絶対人を見てるわけだから、うん、
まあ、いい人なわけじゃん、それは、うん、人間性はすごい大事だと思う、やっぱ仕事には、うんうんうん、仕事を出してやってんだからとか、やってやってんだからみたいな感じの雰囲気を出してる人っていうのは、うん、まあ、本人が気づかないところで、うん、まあ、ボロクソ言われてたりとか、うんうん、まあ、仕事がね、あっても、うん、一緒に仕事をする仲間に嫌われてたりとか、うん、でもあるわけだし、うん、やっぱり人間同士こう調和をうまく取れるっていうところの、やっぱ延長線上に仕事って思ってるから、うん、素晴らしい、うん、いやそれベストだよね。だから、うん、友達と一緒に仕事をするってわけじゃないけど、うんうん、もうやっぱ俺の場合はチーム戦の仕事だから、やっぱ仲いい仲間で仕事したいし、うんうん、全然やっぱりね、すごい傲慢な人って周り誰もついてこないんですよ。相手のことをやっぱ考えられるような、うん、人の痛みを考えられる人っていうのが、うん、やっぱり、うん、うまく回していけられるんじゃないかなと。こう自分が何かやってくれたから、やっぱ自分も何か恩返ししようかなとかさ、うん、そういうふうに考えられる人がやっぱり、うん、まあ僕が成功してるわけじゃないけど、僕はそういう人が成功する人なんじゃないかなとは思います。あ、確かに。その中であれだね、じゃあ本当にうまく調和をさしながら働いてさ、うん、で、なんだろうな、それこそ経験年数関係なく言い合える関係、うん、言い合える関係で仕事ができたら最高だよ、うん、そういうことだね。さっき言った1年目のやつが社長に盾つくっていうのは、うん、やっぱ気持ちはないと思うんで、そこに、うん、愛とか、あ、まあね、社長がどういう対応するかによってその子もだいぶ変わると思うけど、うん、やっぱそこに人間関係っていうのを作るつもりかどうかだよね、うん、上下っていう関係じゃなくて、うん、人間関係の中で、うん、立ち位置っていうのは、それは社長がいれば社員もいて課長もいてっていう中だけど、その中で関わるのは上と下じゃなくて、うん、人と人ってところなんだな、うんすごいね、いいこと出たらもう俺だからやっぱ俺なんかさ、うん、一人でやってるとさ、うん、人とコミュニケーション取ることってさ、会社勤めの時より圧倒的に減るからさ、あ、でお客さんと行ってる時の時間以上に会社にいる時間もあるからさ、うんうん、横でさ喋ってたりってさ、喋りに参加しなかったとしてもそこにいるとさ、うん、まあ、人と会ってる時間じゃん、うん、勇気なんか特にさ、人に物を教えるさ、うん、立場のお仕事してるからさ、うん、ちょっとその考えってのはまだ分からないんだけどさ、うん、でも今一人になった時にさ、うん、やっぱ人と喋ってる時間っていうのはさ、うん、本当自分の中でさ、まあ、充電されていくし、特に、まあ、うん、好きなやつで喋った時ね、うん、は本当充電されていくし、そういう先にやっぱりこう仕事っていうのはあるんだなって、川崎で言った人間関係の先に仕事なんじゃないかっていうのは、うん、すごいな、5年もでもやっぱりすごい安い仕事だけど、うん、ちょっと困ってるから人足りないんだけど来てくれるって言われた時に、うん、嫌なやつの仕事は行かないけど、うん、すごいいつもよくしてくれるけど今日の仕事ちょっと安いんだけど、うん、ちょっと来てくれないかな、助けてくれないかなって言われた時に、いつもよくしてくれる人だったら手伝いに行くけど、うん、すごい嫌な人だったらさ、うん、別に断っちゃうかなっていう、うん、そこでお互い助け合ってやってる、うん、まあ、俺の場合はね、業界だから、うん、まあ、人間味があってなんぼなのかなっていうのはある。切りがたいよね、うん、だからしゅんちゃんそういうところ昔からそんな気がするわ。そうだね、本当にもうよく人の誕生日覚えてるさ、あ、なんか出したら俺が俺帰ってくるさ、あ、すごいなって思うわ。すごい、まあ、なんか誕生日を祝うのはね、なんかもうこの周りの中では恒例になってるけど、うん、何年間も続きすぎて、だんだんあげるもの困ってくるみたいなね、かぶっちゃわないからみたいな、そこに心配してるじゃん、俺ら覚えてることに心配してるじゃん、心配だからね、あれっつって、やっぱさ、そういうふうに、なんだろうな、まあ、そういうところまで気を使えるっていう、まあ、しゅんちゃんがさ、やっぱ勇気の方が仕事の中では相手にする人数が多いから、うん、うん、俺の中で考えられない苦労な気がするけど。いやでもね、学校の先生すごいなって、いやなんだろうな、まあどの業界も大変だし、まあね、まあもちろんそりゃさ、会う人会わない人いるよ、うん、でこの人の言う、まあそれは多分どの業界でも一緒だけど、この人に言うことは聞けるけど、なんかこの人の言うことは聞けないなっていうのはやっぱあるじゃん、うん、
で、やっぱ俺ね、それでやっぱその経験年数イコールベテランで、それがなんかもう絶対みたいなところは、うん、まあ正直まだあるとは思うわけ。でもさっきしゅんちゃんの話を聞いて、あ、確かになんか一つ今日腑に落ちた、自分の中で腑に落ちたのは、あ、そこに人間関係があるかどうかっていうところかなって。あのもちろん本とか読んでさ、人間関係があれば、なんだろう、言いたいことも言えるし、うん、あの本当はなんだろうな、言わなくてもいいこともあえてその愛情を持って、うん、言えるっていうところ、なんかね、字面としては分かってたし、あの本でも読んだことあるけど、なんかやっぱ最近こう、やっぱ日々の忙しさの中でなんか忘れてたものがあって、確かに人間関係だなと思った。ああ、だからなんか今日しゅんちゃんのなんか改めて真面目な仕事論聞けて、俺なんか勉強になったなと思って。まあでもこれからロボットの世界になってっちゃうからね。ああ、仕事ってどうなってくるのかなっていうのは。ただでも、あの、もちろんそういう時代が来るって言われてるけどさ、うん、でもあの会社を5年続けてるっていう、うん、まあ、ゆうきも仕事5年続けて、まあ俺もこの業界で言えばさ、うん、会社は5年でやれたけど、うん、独立してからこれからだけど、うん、あのやっぱ5年もやってると、うん、もうそこが定着するっていう考え方、まあ、ゆうきも人間関係の先だからさ、うん、何かを言うにも人人間関係によって言えること言えないことあるし、うん、きついことも人間関係の中で言いたくな、まあ、言い必要があるなと思ったら言うしっていうことが言えるっていうのはさ、まあ、そこまでたどり着いた人は、うん、この先の時代には対応していけるんじゃないかなって。ロボットを扱うの結局は人だし、うん、うん、まあ、その先なのにまでもうちゃんと行けてる人はさ、うん、そこから進んでいけるんじゃないかなって。それこそさ、なんだ、3人の仕事を見つめてみると、小形ちゃんは衣服、うんうん、人間の、まあ、着るものを作ってるし、しゅんちゃんはそれこそ清掃、うん、でやっぱなんだろうな、で、まあ、俺は教育でさ、でそれぞれ分野が違うけれども、ある種この生活、人間が生きていく上で大切なところを職にしてるんだなっていう3人がね。そうそうそう、それはやっぱ誰かの人のためになる仕事っていうのが一番でかいと、うん、俺が個人的に年が上げた時に誰かのために、うん、人のためになる仕事をしようっていう抱負をちょっと自分の中で今年はあの持って仕事をしてたんだけど、かっこいいよ。それは絶対さ、服を作る仕事にしろ、うんうん、教えることにしろ、うん、もう本当に意味がある仕事だから、うん、人を喜ばせたりとか、うん、まあ、絶対に生活にあの必要な、うんうん、まあ、人間をもう教育は作っていくわけだし、そうだね、あの服だってね、うん、裸でやるわけにいかないから、うん、必要なもんだしさ、うん、まあ、俺は誰でもできる仕事っていうか仕事なんだけど、うん、まあ、一応お客さんに喜んでもらうっていうのは、うん、まあ、一応嬉しいものじゃないですか、うん、一応ね、こうの、うん、俺だったら、あ、こんなに綺麗になったんだとかさ、うん、っていうのはお金じゃなくて、またそこで喜びを感じるから次につなげたいっていうふうになるわけだけども、うんうん、だから単純にそうそう、俺は誰かのためになる仕事をするべきだと思ってやってたわけ、うん、掃除ってあんまそういう感じないんだけど、うち父親が板金の仕事やってるから、うん、なんか物を作るっていうのはすごいいいことだなと思って、うん、人を喜ばせる仕事だなと思って、うん、俺の場合は何か物を作る仕事じゃないから、うん、できる限りサービスで喜ばせようということをちょっと心がけてやってた、うん、だから仕事ってみんなそうだと思うけどね、うん、詐欺とかああいうのは別として、うん、みんなやっぱ仕事は意味がある、うん、そういうところにちゃんと信念を持って、まあ、やると、うん、そうだね、日々の中ではなかなかね気づけないかもしれないけど、うん、その今やってることが身を結ばなくても多分それはいつか絶対人のためになる。でそれこそ俺しゅんちゃんが、なんだろう、清掃って誰でもできるとは言ったけど、やっぱり、なんだろうな、それこそまあ、正直さ、掃除をするだけであれば、まあ確かにロボットでもいいと思うわけ。うん、だけど、やっぱロボットにあって、あ、ロボットになくて人間にあるものは何かっていうと、やっぱ俺それ心遣いだと思うわけよ。うん、だから、やっぱ最後、その、じゃあ、花を生けようとかさ、うん、ちょっと、ここね、もう少し、
綺麗に磨いとこうとか、そういった心遣いが大切だと思うからさ、しゅんちゃんの仕事も決してね、まあもしかしたらロボットに変わられちゃう部分っていうのはあるかもしれないけど、うん、絶対なくならない仕事ではあるからさ、そこにプライドを持ってやってるしゅんちゃんかっこいいなって改めて思う。だ心を持ったロボットっていうのを作れば、そうね、ですね。それはまあドラえもんだね、うん、今こう話だとね、こう、うん、あの人がやっぱ関わってるから、うん、この仕事別にしゅんちゃんより安い業者見つけたらそこで頼んでもいいけど、うん、川崎がやったっていうことに付加価値的に喜ぶ人がいるわけじゃん、うん、そうだね。岡本先生から教わった言葉、うん、自分から作ったスーツみたいな、どっかにこう生産者が見えるじゃないけど、うん、人がある中でロボットに、あの川崎の頭の中を全てくり抜いたロボットがそれにすれば、うん、人の心を持った、だから川崎の気遣いができるロボット。あ、まあ、ロボットです。お金一番じゃないってこと、うん、なんかお金は二番でいいじゃないって、まあ、それは自分が働いた分自分のお金になるからいいけど、うん、もちろん自分がバイトをしてた時は別に会社のこととか人のことは何も考えてなかったけど、うん、今仕事をしてみて自分でそういうことを考えるきっかけになった、うん、だから多分このまま誰かの下で働いてたらそう思うことはなかったかもしれない、うんうん、それは本当に思うね、うん、お金を稼ぐって、うん、もうそういうことの積み重ねであって、うん、あのさっきこんなこと話そうかなと思ったことの一つに、うん、まあ、勝つことと勝ち続けることの違いってのはここなんだろうなっていう、うん、そうだね、うん、でもそうやってやっていくとさ、うん、だんだん仕事の後についてきたりとかさ、うん、あのお金絶対稼ごうと思ってやってなくてもさ、うん、だんだん次に結びついてってさ、うん、まあ、お金もその分またついてくるっていうか、うん、もうめちゃくちゃ金だけ稼ごうと思ったらなんかすごい悪いことやったし、そういう感じになっちゃうだろうし、うん、自分は気持ちよくないじゃんまず、うん、ああそうね、まあ、気持ちよくないって思うのは普通なんだろうけど、うん、まあ、そう思わない人もいるんだろうけど、うん、よく考える俺もあの1週間の仕事振り返って、うん、今週あんまいい仕事しなかったなっていうか、うん、なんかこの人本当にこれで喜んだかなとか、うん、あるあるある、すんごい考えるようになるし、で俺なんかちょっと一回スーツの一回やめようかなとか一週間考えてみたりとかで、それで、まあ、人と喋ってないから情報も入ってこない分、うん、自分で考えるといいサイクルにならないこともあるんだよね、うん、やっぱこう人と会って酒飲むっていうのもそこに金使うっていうのは俺絶対いいことだなと思うし、うん、特に自営業なんかは、うん、そう塞ぎ込む必要もないし、いい仕事って、まあ、こういう話聞いていくとやっぱね、自分が少しずつこう浄化されてっていい仕事につながるんだなと思うし、うん、だからさ、スーツを作ってもらおうとしてさ、うん、いやこの生地でどうしても作ってもらいたいんですよね、これめっちゃいいっすねって言って10万だとして、うん、あ10万はちょっとないんですよねみたいな感じになっちゃって、うん、これなら作れますけど5万でみたいな感じになって、まあ、本当はこっちがいいんだけど、まあ、こっちの5万でいいですみたいになったらさ、本当はこの人10万でやって喜ばしたかったなみたいなさ、うん、もやもやするじゃん、そういうのって、うん、なんか何かでできないかなとは思うんだよね、そう、でも それを最初の頃いろいろやったらさ、うん、利益全然出てねえよ結局なんかあのボランティアみたいになっちゃうよ、これ利益出さないと自分が世の中にいいことを返すお金もなくなってくるっていうジレンマが出てさ、まあ慈善事業じゃないからね、そうそうそう、うん、やるのはちゃんと自分が食ってって、うん、人に対してサービスができるだけの資金を作っていかないと、うん、サービスができなくなってくると意味がなかったりとか、うん、すごいなんかもどかしいんだよね、もどかしいね、お金もらうってことはどういうこと、本当はもっとやりたいんだけどちょっと金額的に厳しいっていうのはめちゃくちゃ出てくる、うん、やっぱまあさ、そういうふうに極論さ、こうなんだろう、まあおばっちゃんにしろさ、うん、あのまあ俺にしろそれこそ、うん、しゅうちゃんにしろ、こう幸せをさ、この作っていく、うん、おばちゃんは服から人の幸せを考える、しゅんちゃんはあの清掃をして、でそこに気持ちを与えて幸せを考える、で俺にとってはこう何かを教えて幸せを考えていくっていうさ、この幸せをこの分け与えていく仕事ってやっぱ自分自身が幸せじゃないとさ、うん、分け与えられないね、だからまあ仕事は自然事業じゃないけれど、うん、そこはしっかり自分が働いた時の対価をもらって、でそれを得て、でそれを幸せを分けたいっていうことが続いていけば、もっと世の中が明るくなるんじゃないかなって思います、うん、そうですね、一生引き継いでいって
ってこうね、うん、受け継いでくれる人がいればね、いいですけど、ね、そうだね、ありがとうございます。そんなちょっとね、もう2週ぐらい行けんじゃないかと思っちゃうぐらいの、行きたいよね。めちゃくちゃ面白かったわ今回の回。あの、自分たちが面白いってことは多分面白いんや、伝わるってことだから、あ、まあぜひ高齢化していきたいなと思ってまして、ね、第0回ザ・バドワイザーミーティング、仕事とは何か。まあ、川崎は人間関係の時に仕事がある、人に、まあ、痛みを考えられる人っていうのになった方がいいと、うん、で、まあ、勇気は、まあ、自分自身が幸せであれば人に幸せも分け与えられるよっていう、うん、まあ、もう一言信念っていう言葉に変えさせてもらって、うん、今日のミーティングは以上となるので、また次やりましょう、はい、やりましょう。ありがとうございました。